皆さんこんにちは、みかおです。今回はコンクリートの圧縮強度試験についてお話します。白井先生の授業にまたお邪魔しまして、コンクリートを潰す試験ですね、ガシャッと潰す、それを取らせていただきました。でどういう順番でやってるかというのをまず解説して、で、その後実際のこう潰す映像をお見せしたいと思います。でまずこう船というこういうケース、プラスチックのケースの中で、砂とセメントを混ぜますね。砂とセメントをこうやって混ぜて、で、最後に水を足してモルタルを作ります。でまあそれだけだとモルタルになりますよね。でさらに砂利を最後加えてまたかき混ぜて、コンクリート生コンですね、コンクリートの固まる前の、生コンを作りますね。でそれをこういう型枠に入れます。まあ型枠とかモールドって言いますね。モールドっていうのは型枠って意味です。モールドは型枠です。で、小さいスコップで1回入れて、こう突き棒でこう8回ついて、でもう1回入れて、もう1回8回ついて、で最後はこう金ごてで上をきれいにならして、で、この木槌でどんどん叩くんですよね、周りをね。でこれ実際の生コン打ち、コンクリート打ち、建物のコンクリート打ちでもこれはよくやってますね。コン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 叩いて、生コンが周囲に きっちり収まるように。でこういうことをやらついたり、こういうことをやらないと、中にですね巣ができて、隙間だらけのコンクリートになってしまうので、こういうことをやります。でこれをやって1日経つともうほぼ固まりますね。1日っていうかもうそんなに時間かかんないんですけど、まあ1日次の日にこう脱形します。カパッて取って、で、マーカーで何月何日とか何番とか、そういうのをここに記載します。分かんなくなってしまうんで。でこれ鉄でできてるので、型枠が剥離剤をこう最初油ですね、油を塗っとかないとこう簡単にスパッと取れませんね。鉄とコンクリートはすごい密着性がいいので、まあ鉄筋はそのおかげでこうくっついてるわけですけども、この剥離剤を塗らないと取れなくなってしまいます。前スコップでこうや使ったやつをちょっと適当に洗って置いといて、表にこう粒々が固まってしまってすごい取れなかったことがあるんですけども、まあ、そういうことのないようにこう剥離剤をこう型枠に塗ってからこれをやります。で、それから水の中につけます。まあ、水中養生と言いますね。水中養生、水の中でつけますと。で、この水を20°C プラスマイナス3°C にするのが標準養生と言われているものです。標準養生、そういう機械を入れて、この水の温度を一定に保ちます。でそこで、型枠に打ち込んでから28日間経ってからこう潰す試験をやります。まあ普通28日でやりますね。これ4周強度、4周強度28日ですね。4週間置いてからやると。で4週間置くとですね、これ強度と日数で28日だと大体こうかなり強くなってますね。まあ何ヶ月もだんだん強くはなってるんですけど、28日でほぼその決められた強度に達しますと。で最初の頃はすごい勢いで固まって、まあ、次の日には歩けるようになるんですけど、スラブの上だですとですね。で、どんどん固まって28日でだんだん水平に近づいてきますね。こういうカーブを描きます。で、その後水から取り出します。でなんで水に入れるかというとですね、外側でこう空気中でこうポンと置いておくとですね、水分が周りから蒸発して、固まんなくなっていくんですね。でコンクリートっていうのはこれよく間違えるんですけども、乾燥して固まるんではなくて、水と反応して水和反応ですね。水と和すっていう書いて、水和反応で固まって、でカチンカチンになるわけですね。なので水が抜けちゃうと、強度が表面の強度が
出なくなるんですよね。なので必ず水の中に入れます。で実際のコンクリートでは建物の場合はこうスラブの上とか乾燥しやすいので散水したりします。ホースで散水したり、あと養生のための、白い液体みたいのを撒いて、で表面が乾燥しないように工夫するわけです。あと直射日光が当たらないように上に、ま、むしろを引いて、むしろにも水分を含ませたりということをやるわけですね。そうしないとスラブ上の部分がカサカサになって強度が出ないということになってしまうので水の中に入れます。でこれを取り出して、水の中に入れたの28日後に取り出して、で潰すということですね。で潰した場合どれぐらいの強度が出るかというとですね、これ前の鉄筋の場合ですね、鉄筋の場合は、かなり、強いんですよね。これと同じ単位で比べると、ミリメーターあたりの単位で比べるとですね、まあ同じ単位で比べるの大事ですよね。鉄筋はこんなもんで、コンクリートはこれ10センチ、直径10センチ、高さ20センチの潰すわけですね。で鉄筋はこれぐらい、 D19 とか19ミリぐらいのやつを10ミリとか19ミリとかを引っ張って壊す。なので断面積は全然違うので、同じ単位で比べる必要がありますね、比べる場合。なので1ミリメーターあたりの単位で普通比べます。1ミリメーターあたり何ニュートンかで比べると、どんな材料でも同じ横に並べて比べることができますね。そうするとどうなるかというと、鋼の場合ですね、鋼、スティールの場合は圧縮も引っ張りも同じ形をしてますね。圧縮も引っ張りもこういって断性で、ここから組成になってずっといってバツになると、こういう形してるんですけども、これと同じニュートンパー平方ミリメーターで比べると、コンクリートこんなこれしかないです。もう10分の1以下しかないんですよね。もうちょっとしかないですね。でそれを、拡大してみると、拡大してみるとこんな感じで潰れるということですね。でまあ原点に近いあたりは断性ということに、約断性ですね、約断性で、この辺で交付点が来るだろうと、大雑把にこれの3分の2あたり、3分の1、3分の2あたり、まあ、3分の2あたりで交付点と仮定して構造設計とかやるわけですけどね、この高さに対して、ね、でこんなグラフになるということです。で、この前も言った断性と組成、あと鉄はこうグーって伸びて壊れるんで人性があると、粘り強い組成変形能力があるんで人性と、それに比べてコンクリートはすぐ変形、あんまり変形しないで壊れるんで脆性ということですね。では早速潰したコンクリートを潰した映像を見てみたいと思います。今頑張ってる。あ、そろそろ来るぞ。負けるな。来るぞ。絶対負けるから。あ、負けた。死んだ。